警部、ジョンソン警部ジョンソンは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。民主党に所属し、テネシー州選出アメリカ合衆国会議員、第15代アメリカ合衆国郵政長官、テネシー銀行総裁を務めた。1793年1月11日、ジョンソンは、テネシー州、スプリングフィールド近郊において、テネシー州議会議員。 トマス・ジョンソンとメアリー・ノエルの次男として誕生した。ジョンソンはナッシュビルのカンバーランド大学で法律を学んだ。米英戦争中、ジョンソンはエリザベス同地に恋をした。だがエリザベスは1815年にジョンソンを拒絶した。ジョンソンは他の女性に話しかけないことを誓った。その後エリザベスは別の男性と結婚したが、後に未亡人となった。ジョンソンは 未亡人のエリザベスを世話し、婚姻の間柄になった。そして、エリザベスは、ジョンソンの求婚を受理し、1838年2月20日に結婚した。ジョンソンは、エリザベスとの間に、以下の子供を設けた。1812年に、米英戦争が開戦すると、ジョンソンは自らをリーダーとする志願兵部隊を結成した。だが、その戦争で、 民兵軍を統率していたアンドリュー・ジャクソンは、少年たちは大学に残って、勉学に励むべきだ。その方が、はるかに国家の利益になるだろう。と言い、軍隊に加わりたいというジョンソンの申し出を断った。1813年、ジョンソンは、大学のカリキュラムに従うことを拒否したため、大学を退学になった。ジョンソンは、ハンジ・ウィリアム・コックの下で一年間法律を学んだ。 その後ジョンソンはクリーク戦争において父親の民兵部隊に参加した。ジョンソンは1813年から1814年まで中尉として戦った。クリーク戦争終戦後、ジョンソンは法律の勉強に戻り、1814年に弁護士として認可を受けた。1817年、ジョンソンはテネシー州大重地区の検事総長として指名され、 クラークスビルに移った。1828年、合衆国会議員選挙では、アンドリュー・ジャクソン要する民主党が、地滑り的勝利を収めた。ジョンソンもまた、テネシー州第8選挙区で勝利を収め、合衆国会議員に選出された。ジョンソンは、ジャクソンの熱烈な支持者として、経済的保守主義を主張した。ジョンソンは、歳出の統制を試みたが、 ジョン・クイン・シー・アダムズらから、会員の外虫というレッテルを貼られた。ジョンソンは、ジェームズ・ポークと知り合った。二人は、同じ民主党の会員議員として、緊密な関係を築き、互いに助言を与え合った。また二人は、上院議員、フェリックス・グランディと共に、ジャクソンに忠誠を誓う派閥のリーダーとなった。ポークが1844年に、民主党の大統領候補となったとき、 ジョンソンは選挙事務所長の役割を引き受け、ポークの勝利に貢献した。そしてポークが大統領に就任すると、ジョンソンは郵政長官のポストを与えられた。ジョンソンは郵政長官として近代的な郵便制度の創設を監督した。1847年に貼り付けタイプの郵便切手を導入し、 受け取り人ではなく差出人が郵便費用を負担するシステムに移行した。これにより、郵政事業の財政基盤は健全化した。さらにジョンソンは、都市部において、郵便配達員が差出用郵便物を自宅郵便受けから回収するサービスを導入した。そして1849年3月、ジョンソンは、ポーク大統領の人気満了に伴い、郵政長官を退任した。 郵政長官退任後、ジョンソンはクラークスビルの自宅に戻り、弁護士業を開業した。ジョンソンは1850年から1851年まで、テネシー州第七巡回裁判所の判事を務め、その後1854年から1859年まで、テネシー銀行総裁を務めた。 また1860年にはジェームズ・ブキャナン大統領から合衆国とパラグアイ船舶会社との間の紛争を解決するための仲裁委員に任せられた。1860年、ジョンソンは弁護士業を休業した。ジョンソンは南部諸州の連邦離脱運動に反対する指導的役割を担った。だが北部諸州への反対が多数派を占めており、ジョンソンは異端者とされた。 ジョンソンは南部連合を不法意ながら支持した。だが南北戦争には参加せず、1862年2月20日に合衆国の法官がクラークスビルに到着すると、ジョンソンは町を合衆国軍に明け渡した。ジョンソンは大統領恩赦を受けた。終戦後の1866年、ジョンソンはテネシー州上院議員に選出されたが、州知事、ウィリアム・ガナウェー、 ブラウンローによって着任を拒絶された。1866年11月23日、ジョンソンはテネシー州クラークスビルで死去した。ジョンソンの遺体はクラークスビル市内のグリーンウッド墓地に埋葬された。ジョンソンは死の直前の1866年3月17日、息子のポークに短い手紙を当てた。ありがとうございます。